皆さんこんにちは。12日東京都渋谷区内のマンション一室で倒れているのが見つかり、死亡が確認されたタレントのリューチェルさん、生前は沖縄県から上京して古着店でのアルバイトと並行して読者モデルとしても活動し、2015年日本テレビ系行列のできる法律相談所などへの出演をきっかけに人気となりましたよね。そんなリューチェルさんには5人兄弟で、その中に13歳上の姉がおり、名前は比嘉千春さんと言います。今回は比嘉千春さんが実はスピードのメンバーだったという噂、旦那と妹の逮捕されたという噂について紹介します。また合わせてリューチェルさんの晩年の様子についてもお話しいたします。千春さんは5人兄弟の上から2番目の方で長女です。真面目な性格で周囲にも気配りのできる、まさに優しいお姉さんのようです。15歳の時に沖縄アクターズスクールで歌と音楽を学ばれていました。この学校は安室奈美恵さんなどの出身校でもあり、他の芸能養成校とは一線を画した独自の教育システムを持つ学校です。17歳からギターを弾くようになり、20歳頃から作詞作曲にも取り組むようになったそうです。実弟に人気モデルのリューチェルを持ち、ご自身も比嘉千春という名前でシンガーソングライターやラジオのパーソナリティなどとして活動しています。千春さんはリューチェルさんと顔も似ていますが、やはり千春さんのお顔を見るとより可愛らしさを感じます。目標の歌を通して愛を届けるという言葉に、シンガーソングライターや音楽という芸術に対しての情熱を感じますね。そんな千春さんですが、実は以前スピードのメンバーだったという噂があります。これは本当なのでしょうか。スピードは島袋寛子さん、今井絵理子さん、上原貴子さん、新垣仁恵さんからなるグループで、デビュー当時の平均年齢は 13.5 歳で、当時のメンバー全員が小中学生であったことが大きな注目を集めましたよね。デビューから3年弱の期間でミリオンセラーとなり、一気に売れっ子グループになりました。本当にこのスピードのメンバーに千春さんが入っていたのか調べると、噂はほぼほぼ本当で、千春さんはスピードの前身グループのブランドニューキッズの一人でした。スピードメンバーももちろん千春さんも含めて4人女性がメンバーとして活動する8人グループだったようです。しかしほどなくブランニューキッズを比嘉千春さんは脱退し、最終的にこのグループは6人になっていたそうです。千春さんはブランニューキッズを脱退後、ソロとして活動していったようですね。一人で活動するのは寂しさや大変さもありますが、自由もあります。こちらの方が千春さんには合っていたのかもしれませんね。2019年には芸能界を引退し、現在は福岡市内でオーダースーツの店テイラーグレースを経営しています。そして千春さんは2016年1月1日の元旦にかねてよりお付き合いしていた方と結婚したそうです。旦那さんに関しては特に情報がありませんでした。年齢も職業も不明ということなので、一般人の方なのかもしれませんね。お子様に関しても特に詳しい情報がなく、女の子ということしか分かっていません。トイプードルのトラちゃんを飼っているようで、よく写真を SNS に上げているようですし、趣味にも愛犬との散歩と書いているので、愛犬と家族での生活を楽しんでいそうですね。ただ7月12日に実の弟のリューチェルさんを亡くした千春さんですが、実はこの日は千春さん自身の誕生日でもありました。同日の午後5時半頃に倒れているのが見つかっていますが、千春さんはその4時間前に自身のブログを更新しています。今朝はちょっと面白くないことがあり、せっかくの誕生日なのにと嘆いたりもしましたが、こうしてお祝いしてくださる方々や誕生日を理解してくれた娘が即席で可愛い誕生日のプレートを手作りしてくれたり、本当に幸せな気持ちになりました。5年前とは環境も仕事も変わり、家族も増え、新しい出会いも増え、大切にしていきたいものも増えました。何よりも守るものが増えました。今でも私は時々妙に弱いし、自信なくすし、ネガティブになるし、こんな私でも誰かに必要としてもらえるなら、まだまだできることはあると信じて、今を一生懸命楽しみながら過ごしてます、と綴っています。これからの1年を頑張っていくと決めた日に、まさか弟が亡くなるとは思わないですよね。とてもショックだったと思います。そして他にも噂があり、千春さんの妹が逮捕という話も出ています。噂になっているのは次女の比嘉美咲さんです。この方はヨガスタジオを経営しています。噂では一方で関東連合と付き合いがあり、そのことも原因の一つとなり逮捕されてしまったとのことです。
美咲さんが逮捕されてヨガスタジオを経営することが難しくなったため代わりに経営しているというものでした。調べていく中で比嘉美咲さんは今もご自身で経営し日々の生活を送っていることが分かりました。週刊誌などにも取り上げられていませんし、特にニュースや謝罪会見もないことからガセの可能性が高そうです。有名になるとお仕事も増えますが、妙な噂も立ちやすくなるのが怖いところです。ついでに他の家族についても紹介します。まずは父親です。年齢や名前は明かしていませんが、アメリカ人と日本人のハーフになります。父方の祖父が元アメリカ兵で、沖縄で出会った日本人と結婚し生まれています。父親の現在の職業は分かりませんでしたが、若い頃は建築や人材派遣等の事業を自身でされていたのだそうです。またリューチェルさんが2018年の父の日には、おしゃべりで陽気で寂しがり屋で優しくてそんなパパが大好きだよと愛情あふれる言葉を投稿していることから、家族思いの素敵な父親ということが分かります。幼少期はリューチェルさんにとって厳しい父親だったそうですが、リューチェルさんが亡くなってから夜の普天間の街で泣きながら飲み歩いているのを目撃されています。次に母親です。母親についても年齢や名前は分かりませんでした。リューチェルさんの母親についてはハーフという噂があるようですが、ハーフではなく純日本人のようです。そしてリューチェルさんの母親は現在ご実家で祖母の介護をしていらっしゃるのだそうです。しかしリューチェルさんに送ってもらったバッグをネックレスに変えてしまったというエピソードもあると、お茶目なお母様なのだと思います。リューチェルさんがコロナ禍で仕事が減り不安だった時も、母親は僕の存在を否定せずに僕の夢も応援してくれたのだそうです。とても愛情あふれる方なのだと思います。次に一番上の兄です。名前は比嘉ジョージさんと言います。生年月日は1984年5月29日生まれで、2023年7月現在で年齢は39歳になります。スナックを経営していたようですが、経営が傾き今は経営していないのだそうです。その後は父親にスナックの経営を任せていたようですが、今もこのスナックのお店があるのかは確認することができませんでした。最後に一番上の姉です。一番上の姉については一般の方のため名前については分かりませんでした。しかし誕生日は実子と同じで3歳年上ということなので、生年月日は1979年7月12日で、2023年7月現在で年齢は44歳になるようです。また千春さんのブログによると、姉は日系ペルー人と結婚し子供が2人いらっしゃるようです。最後にリューチェルさんの晩年の様子についてご紹介いたします。リューチェルさんの晩年の様子を親しかった友人の A 子さんが週刊誌に持ち込んでいます。最後の連絡は6月中旬だったそうですが、全く病んでいる素振りはなかったそうです。ネットの批判についても以前より気にしている素振りは見せていなかったそうですが、しかし4月頃に A さんがリューチェルさんと食事した際、微妙な変化が見られたと話しています。食事の少し前から女性ホルモンを投与し始めたと話していたそうですが、その影響からかネガティブな物言いが増えていたそうです。私の選択って合っていたのかな、いつも叩かれるしと以前より自身の行動への自信がなくなっていたそう。またリューチェルさんは離婚してから親密な関係になった男性がいたことが SNS 上で暴露されていましたが、その方からも近年の様子が語られていました。何時に帰る、本当に好き、好きな人の体重が1キロでも減るのが怖いなど、かなり依存されていた様子だと明かしていました。他の男性を愛していたリューチェルさんでしたが、ペコさんと愛息との関係は良好だったそうで、週に3日ほどは会っていたんだそう。私はどんなに叩かれようとも息子のためなら仕事は続けるとよく言っていたそうです。周りの人間でリューチェルさんの死を納得している方はいないようです。あまりに早すぎる訃報に残念でなりません。謹んでご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。